ゴーゴー NBC。 ストップマイクロプラスチックス。今海で何が起こっているのでしょう。打ち上げられたクジラの赤ちゃん、胃の中からプラスチックが見つかりました。海岸に流れ着いたたくさんのプラスチック、それらは細かくなりマイクロプラスチックと呼ばれ、魚や鳥たちの命を脅かしています。それらはどこから来るのでしょうか。その多くが川から流れ出たものです。草に絡まったレジ袋の花、土のう袋、農業資材、水路にたまった生活ごみ、これは皆私たちの生活の中から出てきたものです。プラスチックのごみを減らすこと、私たちにできることは何でしょうか。ポイ捨てをしない、使い捨てプラスチックを使わない、マイボトルやマイバッグを持つ、一人一人の小さなアクションでストップマイクロプラスチックス。ゴーゴー NBC。